世界中が注目した10秒でできるお団子ハーフアップアレンジです。皆さんこんにちは、渡辺です。今回は今世界中で話題のお団子アレンジのご紹介です。なんとこれ慣れると本当に10秒ぐらいでできます。ただちょっとだけやっぱりテクニック練習が結構必要なので、でこれ本当に慣れるとめちゃくちゃ早くできますし、で今回ハーフアップでやったんですけど、普通にお団子アレンジでも全然使えたりもするので、このアレンジのテクニック覚えておくとかなり今後ね使えるかなと思いますので、皆さんねこのやり方覚えて、ぜひねこのテクニック習得してみてください。それでは早速動画をどうぞ。では始めていきます。まずハーフアップの上の部分の髪の毛を取ります。でハーフアップ取るときはなるべくねこのちょっと上から下に斜めに V の字みたいな感じで取ってあげるとバランスが綺麗です。ブラシでしっかりと溶かしていきます。ゴムでなるべくこう伸びがいいゴムを使っていただいて、まず1回転通します。1回転通して2回転目の時にご自身の右手でこの輪っかを広げます。こんな感じで、こんな感じで広げます。で毛先の部分を持って、このままここからがポイントなんですけど、1回転そして2回転、こう髪の毛をゴムに巻きつけながら回転させます。こんな感じで、でこのままこのゴムを根元の部分にこうつけていきます。このまま根元の部分にこうつけていく。そうするとこういうふうにお団子になるの分かりますかね。でこの毛先の部分だったりとかを下に向けて少し調節して、お団子部分をちょっと広げてあげると形が綺麗になります。ちょっと広げながらバランスを整えていきます。でここの V に取ったところがやっぱりちょっと分け目が見えやすかったりもするので、この辺の部分を少しこう広げながらバランスを整えていきます。あとはねこの辺り部分とかも少しだけ丸みをつけるように引き出してあげて、あんまりなんかこう凹凸をつけるっていうよりもなんかこの辺に高さを出すような感じで出してあげるといいかなと思います。でこんな感じでバランスが整ったら完成です。はい、ということでこんな感じでねご紹介させていただきましたね。多分こうくるくるってこうねじるところがやっぱりちょっと難しいかなと思うんですけど、このゴムが結構伸びるゴムを使ってあげれば結構ねこうゴムと髪の毛をこう絡ませてこうねじっていくっていう感じなんですけど、それがかなりやりやすいかなと思いますので、ご自身で持ってるゴムでね結構あこれ伸びるなって思うゴムであれば簡単にできるかなと思いますんで、だけど結構練習は必要なので、皆さんねこのテクニックぜひね覚えて何回か練習すれば全然できるようになりますので、ぜひね、やってみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。